休みでした。だけどドライブ行きたかったんですけど体調が悪くて今日は、娘とランチに来て今ケーキを買って帰ったとこ帰るところです。今日は家でゆっくりします。ちょっと体調本気で悪いです。顔色良くないと思うんで違うか。すげえトラックだ。わお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 わ。はいはい。まあ今日一日休んだらなんとかなるかな。すごい天気良くて体調悪いにもかかわらずついついオープンにしちゃいました。なんかこれで体調も良くなりそう。悪くなったりして。まあ家帰ってコーヒー飲みながらケーキ食べながら YouTube 見ます。今日はランチはねいつも行ってる蕎麦屋さんだったんですよね。ちょっとねすごい混む蕎麦屋さんで、すごい混むんですよね。そんな風に言ったってこう、はい、おはようございます、白熊です。今日はちょっと軽くね、本当に軽くです。大雪です。まあ青森これがあるからね怖いですよね。特に下がね半分溶けてる時が怖いですね。もうぐちゃぐちゃになっちゃうんでね。コペンが苦手とする路面ですよね。本当にここはねちょっと厳しいかな。まだこの辺は大丈夫ですね。さっき路地のところね撮ってないんですけど結構もう大変な状態になってましたね。帰り怖いな。あっという間にね、こう車が通るんでどんどん轍が深くなっていくんですよ。で轍が深くなるとコペお腹つくんですね。でお腹するくらいならいいんですけどコペ本当に車高が低いんで、勢いよく行くとそのままその亀になるんですね。真ん中があまりも高くて勢いがあるんでそのままその轍のね真ん中にね乗っちゃうんですよ。こう走ってると乗っちゃったらもうタイヤ両方とも浮くんでね、脱出めちゃくちゃ難しいです。でその前に気づいてちょっとでもおかしいなと思ったらちょっとバックすぐしてもう一回前行ってまたバックして前行ってでそこを少しずつ乗り越えていくっていうことをしないとまずいんですよね。でこの感覚はね本当のね豪雪地帯じゃないと分かんないという、気温とかじゃないんですよ。気温はね青森高は知れてるんですよ。世界一の豪雪地帯に癖してそんな気温下がんないんですよ。まあ本当に下がってマイナス10度くらいで今日もマイナス4度くらいなんでそこまで下がんないんですね本当の寒さ。ただ雪の量だけはね半端ないんですよ本当に。もうこれで帰り際とかもう大変なことになってるんで、もう路地とかね怖い怖い。コペンで入るにはお腹つくレベルではないですよ本当に。お腹つくくらいだったらまだ楽ですよね。お腹するだけですからね。普通に走っててそのまま乗り上げるんですよ。ドンって乗り上げるんですね。どのくらい深いかなんてもう見て分かると分からないんですよ。だからもうゆっくり走ってるんですけどそれも分かるわけはなくこの状態で
だから路地入るときに降りて確認するっていうのはもう必須なんですね。だから青森県でも、もう場所によりけりなんですね、住んでる場所。同じ青森県でもこれ八戸側行ったらこんな降らないですよ、はっきり言えば。太平洋側行ったら降らないしね、逆に言うとその辺は楽なんですよ。で青森市内でもまたこれまた違うんですよ。うわ、ここもう危ねえ危ねえ、こういう雪が一番危ないですよ、はまるパターンが。ここ止まっちゃいけないんですね。もう下がね、雪がねサクサクなんですよ、砂浜みたいな状態になってるんですね。砂の上歩いてるような状態なので、はまるとまあまあ脱出すごい難しいです。で勢いよくもう行き切るしかないんですね、ここはね。止まったらダメという